さあ、デジモン育成3日目を迎えています。まずはね、おさらいとして、幼年期1、幼年期2、まあ、ここまでは当たり前ですわ。で、ここまでも当たり前ですわね。で、こっからですわね。成熟期。俺は普通にもこれ王道ですね。超王道を呼ぶバルクモになっています。あと他に3種類ぐらいあるのかな。で、こっから完全体に、まあ、なったわけなんですけれども、こちらになりました。バウトモンですね。まあ、これもまた王道出す、王道出す。で、能力値がですね、DP が星7で HP が、数えられません。高なパラメータの長さを誇ってるんですけれども、ただこれでもね、大した HP ではないのよ。アタックポイントも低いし、結構俺のバウトモンしょぼいかもしれない。っていうのも、さっきね、アドベンチャーミッションちょっとやってみたんでね、ステージ6、今からやっていこうと思うんだけど、俺負けたのよ、普通に。普通に負けたの。ピストモンっていうちょっとエロい名前の、チャリ乗ったね、クソダサいデジモンに負けたんで、今からリベンジします。で、ステージ6倒して、で、今日は目標できればね、8ぐらいまで行きたいね。じゃあまずはステージ6、ここを攻略していこうと思います。1500歩今から動きます。ちなみに今俺の中で、歩数計の効率のいい稼ぎ方としてはですね、これですね。まず1回これ、振り子作戦。振り子作戦の後、右手も添えます。これによって今金ちゃん双方作戦っていうのが今敢行されてるわけですね。で、この振りをどんどんちっちゃくしていきます。こんなに大振りする必要ないですよ。こんぐらいでいいんで。で、肘も曲げていくと。肘も曲げていって、で、こうなってくるとどうなるかっていうと、ジャルジャルになります。で、この歩数を稼ぐ上でリズム感ってすごく大事だなって思うんですよね。だから自分でリズムを取ります。じゃんじゃんじゃんじゃ、テルミーユー、じゃんじゃ、テルミーユー、じゃんじゃ、これが今、ジャルジャル作戦。リズムプラス金ちゃん走りを少しコンパクトにする。これによってジャルジャル作戦が今成立されます。はい。で、なるべくね、動きはね、ゆっくりの方がいいと思う。早くするとね、意外とこう歩数計がカウントしてくれないんだよね。だから本当にゆっくりめでいいと思います。で、一番の、効率のいい稼ぎ方は、なんかね、スローめの曲を流した方がいいと思います。で、そのスローめの曲を聴きながら、自分がドラムを叩いている感覚で腕をこう振るっていうのかな。これがまあオープン、こっちはオープンハイハットね。ツッツッツッツの方で、スネアの方でいいです。スネアの方でこうツッツッダンツッタツッタドゥンダンツッタドゥドゥバンツッパツッパドゥンバンツッタみたいな。もっとゆっくりの曲でもいいかもしれない。今ミニマムな動きしてるんですけども、今は798、あ、待てよ、798だったかな。今は798なんですね。798で、こっから12345678910、822ですね。822だから、大体まあ、大体25歩ぐらい動いたわけですね、これで。俺ね、勘違いしてたわ。ステージ6はクリアしてて、次ステージ7なんだわ。だからここ、ステージ7のボスです。ボス戦。開始。対戦相手は？これなんだ？豆バズーカモンか？なんて名前なんだろう？紹介してくれるかな？シュートモン。全然ひねりないな。いやでもこのひねりのなさよ。それがデジモンよ。さあ、勝負。こっちは体力バカだから。ただ攻撃力が低いんだよな。来た、クリティカル技いきなり開幕。頼む、これ当たれば勝ち。けんなよ。食らうなよ。食らうなよ。当たった。まあ、今んとこは五分五分って感じか。来た。これ避けて。これ避けないと終わる。人生終わる。俺の人生終わる、マジで。よし、来た。マリオジャンプ。まだいける。まだいける。来た。勝てる。
と一発当たったら勝つ。よけた、ナイスよけ、ナイスよけ。棒立ち、今一瞬シュートも棒立ちだった、食らった後。これさ、体力なくなった後もさ、攻撃続くのさ、なんか理不尽だよね。もう先行有利ゲーでいいよ、もうこんなの。よし来た、よし来た。これでステージ7クリアしたから、来たね、ステージ7クリア。この調子でいけばステージ8もいけるかな。よし、じゃあちょっと次ステージ8やって今回終わりにしようかな。1500もう頑張って。もう10分以内になんとかやるわ、これ。さあ、ステージ8来ましたよ。で、ちなみに、あ、やべ、ぼやけてる。画面ぼやけてる。これ誰や？ペンギンみたい。ペンギンモン？テンポモン。ちょっとやらしい名前だな。これ意図して狙ってんのかな？これテンポモンって名前。ちなみにステージ11までが完全体ゾーンらしいね。12面から、ちょっと待って、ぼやけてるな。来た！クリティカルヒット技。開幕から。当たった？ちょっと待って、ぼやけて何がなんだかわかんねえ。俺自身もぼやけてる画面が。え、なにこれ？あ、避けられた。うわー、来た！向こうの技。テンポモンのスーパーテンポアタック。チンポアタック。食らった？ちょっと画面がぼやけて。あ、当たった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 。俺自身もぼやけて、もう光か、光のせいか、光の反射で見えないのかこれ。あ、あ、食らった食らった食らった。ゴリゴリ減った。でもさ、これアドベンチャーミッションやったらさ、パルスモンがさ、どういう風に進化していくんだろうという過程が全部見れるよね。テンポモンもだってあれでしょ。あ、これ負けた、あれ俺負けた、あ、あ、俺負けた、ちょっと待んな、負けたんだけど、チンポに。ちょっと、こっちの方が見た目めちゃくちゃかっこいいでしょ。